天竜橋インターチェンジは、長野県リー市地川路にある国道474号、三園南新自動車道のインターチェンジである。トイレ、休憩所、インフォメーション施設を持つパーキングエリアが併設されている。阿南町の最寄りインターチェンジであり、また周辺に、名称、天竜橋を要する。三園南新道は、無料で通行できるため、料金書は設けられていない。 計画、建設段階での過剰は、新自体の天竜橋インターチェンジであった。その後、供用開始を控えた2007年に、国の名称指定で用いられている、旧自体の竜を用いてほしいという要望書が、地元の言い出しと、あちむらより提出され、これを受けて、天竜橋インターチェンジという正式名称が、決定した。中央道上野原インターチェンジと同様、平面。 Y 型のインターチェンジ。高木インターチェンジ方面からの出口ランプウェイと、飯田山本 IC 方面への入り口ランプウェイが平面交差している。また、2019年10月には以前 T 字路であった交差点のラウンドアバウト化が行われた。天竜橋 IC 付近にはサービスエリアが建設される予定だったが、2001年に一旦白紙となった後に、 パーキングエリアとして整備されることになった。国が駐車場、休憩所、インフォメーション施設を整備し、2019年11月17日にオープンした。天竜橋大橋に整備される桁下歩道、空散歩天竜橋への遊歩道が整備されている。飲食店などの施設はないが、インフォメーション施設の隣に自動販売機が1台置かれており、週末には、 キッチンカーがやってきて、店を開いている場合がある。メッシ共道路 IC 名称一覧。2008年8月30日閲覧。三軒南新道の天竜橋、流行 IC 共用開始へ。南新州新聞。 http コロンスラッシュスラッシュ M I N A M I S H I N S H U ドット jp スラッシュニューススラッシュエコノミースラッシュ E4% B8% 89% E9% 81% A0% E5% 8D% 97% E4% ボーイフレンドパーセント A1%E9%81%93%E3%81%I%E5%A4%A9%E9%B%8D%E5%B3%A1%E2%80%95%E9%B% 8 d e 6 b 1 q f e f b d 8 9 e f b d 8 3 e 4 b 9 b i t e 7 9 4 a 8 e 9 9 6 8 b i t E5%A7%8 ビット %E3%81%B8HTML2019 年10月8日閲覧 AB 天竜京大橋新たな飯田の顔に11月17日開通中日新聞 https://www.chunichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ長野スラッシュ20191009スラッシュ CK20191009020022.html2019 年10月25日閲覧 e 6 9三 a 南進自動車道天竜橋 IC 流行 IC が開通します 国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所2021年2月21日閲覧ありがとうございます